9人組グループスノーマンが2月1日午後5時から公開される「不二家のチョコレート」「ルックウェブムービー」「ハートを込めてルック王決定戦」編に出演する。映像では2月14日のバレンタインデーを前に3人ずつ3チームに分かれたメンバーたちがバレンタイン仕様の「ルック・ア・ラモド」を使い制限時間30秒以内にどのチームが一番気持ちを伝えられるかを競う。写真「フルーツ」のビジュアルとフレッシュな笑顔のスノーマン。 パッケージはハート型のフレームにメッセージを書き入れることができる。期間限定のデザイン。チームごとにお題を選び、そのシチュエーションに合わせたストーリーをドラマ仕立てで表現する。ハートが込められた迫真の演技は功を続けがたいものとなっており、チームが王座につくのか、勝敗の行方にも注目だ。ラウール、渡辺翔太、向井浩二のチームは、おじいちゃんおばあちゃんのメッセージルック、深澤達也、阿部良平、佐久間大介のチームは、 部活的になるあの子からのルック、岩本照、目黒連宮舘良太のチームは、お医者さんからのバレンタインルックと、それぞれのチームごとに選んだお題に沿って、30秒という短い制限時間の中で演技を披露する。さらに動画には、思い思いのメッセージを書いてから、ウェブムービーの撮影に臨んだメンバーの姿も収録。わきあいあいとした雰囲気で撮影は始まったが、 各チームでお題を選んでから30秒の演技をどんな内容にするのかを話し合う時の表情は真剣そのもの。時間に限りがあり短い時間の話し合いでほぼ即興の演技ながらどのチームも全力を尽くし見事なチームワークを発揮。最後にどのチームが一番気持ちを伝えられたのかハートを込めてルック王を全員で指を指して投票することにしたところ自分のチームも選んで OK というルールにいいのと笑いが起こった。 全員が自分のチームを選ぶかと思いきや、他チームを指さすメンバーも見られた。スノーマン安倍阿部平、ずば抜けたプレゼン能力で、記号裏リーダー記号扱い。スノーマンの阿部良平30がグループの記号裏リーダー記号として存在感を発揮している。阿部といえば上智大学大学院を修了し、気象予報士の資格を持つなど、アイドル界切手のインテリだ。昨年4月からは、フテレビ系報道番組。 ライブニュースイットのマンスリースペシャルキャスターとしても出演。さまざまな社会問題の取材、解説をしている。それがグループの活動にも生かされているという。テレビ局関係者は、グループの打ち合わせでは安倍さんが進行役を務め、翌日にはそれを独自にまとめて記号、資料、記号としてメンバーに配っている。重要箇所には色をつけ、端的で見やすく読みやすい。 そのおかげで最年少のラウールさんも要点を理解できている。最近は個々の活動が忙しいこともあり、資料の最後にはメンバーたちを鼓舞する一言も添えられているそうですと明かす。これまでもライブの打ち合わせでは、阿部がホワイトボードの前に立ち、自ら作成してきた曲目入りのマグネットを使ってセットリストを決めるなどしてきたという。グループで出演する番組では口数が少ない阿部だが、メンバーからの信頼は厚い。 安倍さんは個性豊かなメンバーたちの一体感を大ごとにしている。リーダーは岩本光さんですが、グループ内で唯一無二の重要なポジションを任され、メンバーも、裏のリーダーと呼んでいますどう。スノーマンの快進撃に欠かせない頭脳となっているようだ。スノーマン佐久間大介、梶裕貴との2ショットで可愛いが大渋滞、幸せにじみ出る笑顔にキュン。スノーマン佐久間大介、梶裕貴との眼福2ショットを公開。 大人げグループスノーマンの佐久間大介が30日、自身の XQTwitter を更新。声優梶裕貴との2ショット写真を公開した。佐久間は、梶君お疲れ様とコメントを添え、1枚のショットを公開。写真に写るのは、共にピースサインで楽しげな笑顔を見せる佐久間と梶の姿だ。一つ前のポストにて、テレビアニメ、進撃の巨人10周年イベントを感激したことを報告していた佐久間。 今回投稿されたのは、その際の1コマと思われる。豪華すぎるコラボショットには、多くのファンが胸をときめかせていることだろう。この投稿にフォロワーからは、サックンカジキュンの破壊力が半端ない、進撃フェス来てたんですね。推しと推しの2ショットで、アジ眼福などの声が寄せられている。